はい、カメラマンの石山です。今日はですね、10月の1日木曜日、10月になってしまいました。本当にあと3ヶ月ですね。相変わらずですね、 EOS の R6 のバッテリーグリップの入荷状況は分かりません。本当にどうしたんでしょうっていうぐらい在庫がない商品がね、キヤノンさん多いので、どうなってるのかなっていうふうに思ってますけども、まあ早く手元に来てほしいなと思っております。そんな中ですね、今日は2分弱の、秋のですね、風景というか自然風景を撮った写真のスライドショーを作ってみました。カメラのね、ボディとしては全部キヤノンですけども、1D のマーク3、それから 6D、7D マーク2、6D マーク2、5D マーク4、それから 1DX のマーク2と EOS R という、まあずっと私が使ってきてる、カメラのですね、歴代のもので撮ってるので、まあバラバラなんですけども、同じ、ピクセルに合わせてスライドショー用に、写真をリサイズしてますので、まあどれがね、どのカメラかっていうのは多分わからないのではないかなと思います。で、ピクチャースタイルに関しては、撮影時はですね、忠実設定で撮影してること多いんですけども、今回のスライドショーは、風景かディティール重視で、一部スタンダードというのが、あると思います。まあ、そんな、短いスライドショーですけども、見ていただければ幸いです。ありがとうございました。